やー、まさかあんな早く死ぬとは思わなかったな。いきなりでもなんかすごい強いのいたな。あんな強いのが最初から、最初なんか猫とかさ、ひよことかさ、なんかそういうなんかちょっと置いてくる感じの敵かと思ったら、全然攻めまくりの、お、こういうやつだよ、こういうウサギとかね。ちょっとまず確実に食べていこう。サクサクレベル上げていかないとね。お、9500も出てきて、幸先に良すぎるスタート。さあ、この辺は、あ、でもスピード速いから、あ、でも離されてくな、さすがウサギ。あ、ガーセルとかもいない、普通に。道玄坂は先に来なくていいんだよな、別に。でも、あれだな、ランク低そうな敵がいるんであれば、ちょっと、カロリー稼ぎに。ついでにマーキングしつつ、あ、でもビーグルとか普通にいるね。隠れつつ、お、いいぞ、いいぞ、いいぞ。外した。あ、でもビーグル逃げる、ビーグル逃げるんか。オッケー。ちょっと待って、森林浴発生しちゃったぞ。あ、上だ。え、逆サイドじゃん。ちょっと待って、10年以上経たなければ大丈夫か。全部10年か。ちょっと一回急いで下行こう、下行こう。そうは言っても、やっぱり、そんな時間ないぞ、多分。サクサク行こう。あ、ダメ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 。あれ、あれは、あれは、ファインハントで倒す。なんでやねん。なんでこっち来る。おらー、よっしゃ、ゴールデンレッドリバーゲット。これはカロリー多いでしょ。そうでもない。3回は食える。いいね。急いで急いで、オッケー、ニワトリゲット。で、ここのだよ、ここの、ここの。いやー、これ意外と時間シビアな気がすんな。でもこっちにあるからしょ。ちょっと許して許して、あぶねー。何してくれてんねん、やばい。嘘でしょ。豚を生贄に捧げる。俺は許して、俺が豚食いてえよ、むしろ。よし、そっちは袋小路、お前逃げ道はない。オッケー。ちょ、ボスになったかな、あいつも。やばい、ボスになってもハイエナって倒せるかな。そもそもそこなんだが、やべえな、シビアだぞ時間。まあ、いや、とりあえず悩んでる暇はない、行こう。こっちじゃねえじゃん。まあ、最悪諦めるのもありだ。森林浴到達のクエストは諦めて、褒美とカロリーだけでも消費すれば、トム食いなんじゃないのこれ。人間が人間食うみたいなもんでしょこれって。結構よくない。やばいやばいやばい、狼だ、あげる。俺はその辺はね、もうね、分別わきまえてますから。はい、隠れた。え、ちょっと持ってきてるな。いや、別にいいや、最悪見つかっても戦ってやるわ、マジで。あ、豚さんでも欲しいな、食っとこう。まあ、ちょっと諦めよう、森林浴到達くよ。え、ちょっ、え、あ、びっくりした、シルケリでいいよ。は、お前やんのか、お前行って。そっちがその気だったらもう全滅させてやろうが。食べる食べる。よし、オッケー、ボスになった。これでもう食わなくていいな。森林浴に宝探しの達人。強い強い強い、聞いてない聞いてない。あぶねえ、一回こいつ倒そう。どんどん現れんの、なんでだよ。あー、よかったー、生き延びた。コーションが下がってない。ちょっと一回身を潜めよう。嘘でしょ、マジで。シルキーテリア、あんなちっちゃいのに他は逃げてくのに。これで体力回復してくぞ。
よし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 、餌もそこにあるしな。るぜ。まず1個目、新聞記事を。これ何？ OK、 2つ目、ネットの書き込み。これで、あれか、飲み、え？シルキテリア勝負挑んでくるかな。とりあえずいいや。これで OK、 よーし。あとはメス。え、ちょ、羊さんとか出てきてるけど。ちょっとこの辺も食べつつ。まあもうボスになっちゃえば別にいっぱい食わなくていいですからね。これ何これ、これ誰、コライオン、これ食べ、倒しても親ライオン出てこないかな。そういうヤバさはない、大丈夫。早いうち交尾したい。あ、これ普通タダメスか。まあまあまあいいでしょ、タダメスでも。アゲメスじゃねえか。いまいちまだ見分け方がよく分かってないな。これあれだな、交尾するなら上の方の巣の方がいいかな。下の ABC マートで拾ってもいいけど、いやー時間が許すだったらこのボスの状態でアーカイブだけ拾いに行きたい。うわ怪しいな、これ間に合うか。もう1年前ぐらいの死体だけど、まだ食っても大丈夫なんだ。いやアーカイブ諦めよう、アーカイブ諦めて交尾先だ、交尾優先、確実に交尾する。オッケー、オッケーオッケーオッケー。しかもアゲメスだからこれはかなりいいんじゃない。よし、とりあえず10年以内に渋谷駅前のビーグルのボスを倒せ。ちょっとまあちょっと修行してからだな、繁華街がちょっと少ない。ちょチャレンジリスト、 E チャレンジを全て達成。 E チャレンジって何？ E チャレンジ、あ、これか。まあ、猫シューズいっか、諦めよう。すべてのチャレンジ、これ無理でしょ。ビーグルのボスを倒せ。渋谷駅前のビーグルのボスか。これを倒すとビーグルの使用権が増えるから、でもこれはぜひとも獲得していきたいところですね。 OKOKOK、 結構あっさり取れたね。あ、よしよしよし。あ、じゃあちょっとアーカイブ読んでいくかね。繁華街ちょっと餌増えてきてるはずなんですが、通り道にはなさそう。もう素直にこれは渋谷駅の方で餌、え、渋谷駅あるよね餌。あ、いっぱいあるね。ただビーグルのボスがいるっちゅうから、この状態でちょっと勝負は挑みたくないというのが正直なところ。いで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 、待ってたぜお前よ、飯じゃあ。まあまあちょっと侵入欲は知らないわ。これから向かおうかね。ビーグルのボス倒してから行きたいな。でもな、ひよこも逃がしませんよ。もうちょっと許せるような状況じゃない。せめてベテラン、せめてベテラン、読み方教えてもらったから俺でも分かりますよ。あんま言っちゃうとビーグルのボス出てくるんだろう。オッケー。それともなんかあんま戦わなくてもいい場所にいるのかどうかって感じですけど、マーキングもしときつつ、こっちからなんか来てんな、横やんけ。よし、もっともっと。今チャレンジ何が発生してんだ。ビーグルのボスぐらいか。5回マーキング道元、え、なになになに、違う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 、道玄坂、あ、道玄、え、道玄坂って、あ、いいねいいねいいね、森林浴もあるしちょうどいいぞ、すべてが噛み合ってる。オッケーオッケー、とりあえずベテランにもなりつつ、ベテランでボスを倒せるかどうかという不安はちょっとありますけど、オッケー。ニワトリも食べつつ、いや正直ボスになりたい。ニワトリかなりカロリーいいな、100も上がるぞ。ゴールデンレトリバーでも80とかだったしな。
どこ。ボスやん、あれだ。オッケー、やったぜ。一発じゃないか。いいね、これでミッションも達成と。購入権も増えて。ちょっと俺道玄坂のミッションもあるから、道玄坂来てステータス上げつつね、まあ、これだけ子供がいれば多少無理しても大丈夫なんだよな。道玄坂ちょっとご飯が少ないから、サクッとやることやったらもうさっさと抜けよう。いい感じいい感じ。カラスあんまつつきたくねえな。なんであれ、ウサギか。あれは倒してもいいな。安物ペットフード、アイテムも結構充実してきた。ウサギの猫足ちょっと早すぎでは。5以上のマーキングも終了。ここもこれで終わりだよな。ちょっとご飯ご飯ご飯追い詰めて、壁に追い詰めて。あ、しまったしまった。オッケー、そうそう食っとかないと。よし、新エリア新エリア。あれだからな、トメの時も鹿の時もこっち側来なかったからな。一応食っときたい。あんまもたもたしてると今度スウェーデン出てきちゃって全然冒険できないで終わっちゃうから。よーし、行くぞ行くぞ。あれ、森林の前に、これ森林エリア広くない？カバーカバーおるけど、カバーはあかんでしょさすがに。いやでも勝負し、いやあいつでも足速えってなんかで習ったぞ。カバーほどなんか喧嘩売っちゃいけない動物はいないみたいな、なんか死亡事故多発みたいなさ、よく聞くもんね。あ、イノシシはいけんじゃない？てか行かなきゃいけないでしょ。 OK、 一発。このぐらいの敵を倒していかないとね。カバーとか出てくるか、19年目で。 OK、 てかさ、カバーも使えるようになるってことだな、楽しみだな。こんな感じで山手線西にパンダがやってきたそんな中国からパンダがやってきた、上野動物園にパンダがやってきたみたいなノリで言われても困るんだがそんな、ついに日本にパンダが来たな。完全にあれだもんな、動物園から逃げたやつだもんな。こっちじゃないな。あ、夜になっちゃった。視界が良くないのはあまり怖いことではあるが、オッケー、なんだかんだ最終エリアも占領、これで交尾も一応できると、まあ、ボスランクだから正直交尾しちゃった方がいいんだけど、
どこ？いやーマジで巣がまず遠いもん。山手線西にパンダいるんだよな。代々木公園の方まで行きたいな。でもこれ先進んじゃった方がいいと思うんだよな。これ飯結構きついと思うんだよね。猫だからなんか高いところから降りてもなんか大丈夫っていうのは納得できるわ。え、何これ？チンパンジーもうなんか明らかく倒したからいいけど、チンパンジーとかも出てくるんか。ちょっと待って、もう一回取っとこう。チンパンジーさすがに持っていけないよね。重たいか。やっぱ自分より体がでかいと無理なんだな。これは骨にしちゃおう。あ、いっぱい食えるチンパンジー。なんかどんどん新しい動物が来て、あ、こいつもプレイアブルなんだって分かるとすげえ楽しみっすね。あれあれ、これどっちから行けば、あれでも囲まれてんな。左から行ったらこっちからの方が良さそうだけど、ここはちょっとポイズンエリアか。ポイズンゲージ気をつけつつ、飯食べればポイズンゲージ下がってくから。この辺だよ、ここだよ、ここからこんな感じだ。とりあえずこのエリアで交尾したいな。え、なんか20年目までに何かあるぞ、チャレンジの。あ、2000カロリー以上消費？あと138カロリーだから。これは達成したい。けど次に戦うのがファンとか絶対だぞ。もう見ようかな。あと1年。いや、これ電車の中と入れないでしょ、ちょっと。敵にも電車の中っぽいんだよな。いや、ちょっと、すぐこっち、半分いると信じて、ちょっととりあえず、先に進もう。ご飯ないよ。ご飯。ご飯がないときつい。あ、水ありがてぇ。一回しか飲めないんだよな。その何回も飲めても困っちゃうけど。いや、まずいまずいまずい。チャレンジが。あの一匹しかいないってことないよな。今更だよこれ。チャレンジ覚えたらあそこの鹿な、やっとくべきだったね。いやもうこれしゃあねえな、諦めるしかない。これまた違うエリアだもんね。一回こっちで来るやん。明らかにやばそう。な、これ何の死体これ。これパンダじゃないよね。なんか鹿みたいなやつだ。こんなのもいいんだ。よし、とりあえず交尾。オッケー、賛成。いいね。で、空中庭園を探せ。渋谷郊外に到達する。空中庭園を探す。動物あと20匹探す。倒そう。4回ファインハントしろ。この辺結構でもぬるそうだけど。空中庭園でも郊外に達成する。郊外にいるんだろうな多分な。郊外にあるんじゃない。え、山手線、あ、山手線西にパンダがいるわけだ。パンダなぁ。ちょっとご飯、これ親じゃねえか。何の反応かと思ったら親だ。親は食えねえわさすがに。同士打ちができても、これこのひ弱な感じで戦えるのこれ。あ、これはいけるわ。羊さんよー、一発か。いいね。あ、ここもポイズンにやられてるぞ早速。早くない？あ、でもたくさん羊さん食えるぞ。いいし、いいぞ、いいぞ。まとりあえず山手線に敷いて、ちょっと怖いもの見たさでちょっと パンダに挨拶しに行こう。やっぱりやっぱパンダ見とかないとね、日本、こう、やっぱりやっぱ一大イベントだからな、日本的には。パンダが来るたんびにな、大ニュースだもんな。いや、でもちょっと西津なりなのきついな。何とかなるかもしれん。20体倒せるかもあるから、たくさんブースト倒してやりたいな。ちなみにちょっとあんま時間無駄にしてる場合じゃないんだけど、あ、やっぱ入るね。よいしょ。電車のこと達成して一体何があったんだ。おい、山根に来たよ。あー、草とかも毒にやられてる。いや、でもちょっとせめてベテランにならないと。そろそろ出てくるさ、動物とかも多分やばいと思うんだよね。
新聞記事4、死亡事故発生率過去最大。5月19日、警視庁は今年死亡事故発生率を発表した。警視庁によると今年の死亡事故発生率は昨年に比べ 120% 増となった。だが人間による事件率は昨年からほとんど変化しておらず、今年の3月に発生した動物園の飼育員が熊に噛まれ死亡した事件や、歌舞伎町で、野犬の群れが暴れ合計3名が死亡した事件、都内のペットショップで客が噛まれ死亡した事件など、動物による死亡事件だけで500件を超えている。警視庁は動物がどう猛になった理由を究明するために全国獣医学会などと、合同で調査を進めている。ネットの書き込み1212、まだあるんだな、2ちゃん的なあれがうちのペットを保健所に連れていくことを決意。10年以上一緒にいるゴールデンレトリバーだけど、懐いていた母ちゃんの首元に噛みついて、母ちゃんは今集中治療室に入ってる。あかんわ、もう泣くわ。全員とりあえず今テレビつけろ。保健職員を襲って動物が集団脱走だとよ。お前ら鍵閉めろよ。やばそうだなこれ。新型コンパクトカー金田3つ発売。もうガソリンも電気もいらない。新発売の金田3つはバイオマスエンジンを搭載した全く新しい思想のコンパクトカーです。優れた環境性能とゆとりの走りを両立させた金田3つは、車に求められる新時代のニーズに応えます。有機物を取り込み燃料として稼働する微生物、燃料電池の開発で、カナダ重工業は豊かな21世紀を目指します。これここにアーカイブ突っ込んできてるってことは、これもなんかさ、原因の一つなんじゃない、これ。そんな気がする。こんななんか無意味なアーカイブがあるとはちょっと思えない。